リキさんです。大野です。本日のゲストはスージー鈴木さん。それでは行ってみましょう。俺たちの桑田佳祐。俺たちの桑田佳祐、いいフレーズですね。いやー、やっぱこの話をね、なんといっても桑田佳祐論ですよ。いやもうスージーさんといえば、いやもう単なる一リスナーで、で僕が文章でもうハッときた、やっぱ勝手にシンドバッドっていうもの、まあ、そのやっぱりその歌の解説がね、まあ、とにかく1978年ですか。78年です。革命の年なんですよ。だからいわゆる6月25日です。その日が、全てが変わった。神奈川県は少し雨が降ってますね。そんなことまで天気予報調べましょう。神奈川県は雨だった。6月25日は勝手にシンドバッドのリリースだって沢田研二を立てるところです。あ、その78年6月25日勝手にシンドバッドがリリースされて、沢田研二が30歳になってます。勝手にシンドバッドというのは、勝手に仕上がれと渚のシンドバッド、悪友さんの、まあ、くっつけて、ね、くっつけて、まあ、もともとは本当はドリフでやってたコントらしいですね。志村けんさんが、それをそのまま拝借して、だから要するに、歌詞ってそんなもんでいいじゃねえかっていうアンテーゼと、ただポップスとしての、いわゆるぐっといきなり自分の中に入ってくる、これが両存してるというかね、やっぱりあの自分である、ね、桑田佳祐を好きになる理由の一個でやっぱりこれをリアルタイムで聞いたと。それも当時のタモリだったかな、水曜日のオールナイトニッポンでこれがかかって、はぁ、今何時すごいそうで大体なんか変な答えてないぞ。そうで大体ね時計見たいよと思うんですけど東大阪で聞いてびっくりしましたね。へぇ、スージさんの解説でね、やっぱりそうやって歌詞自体が意味がない、僕は意味性がなくなった時、歌は人の手から離れて、初めてその大衆文化の中に入るみたいなのが、特に僕ね、プロ野球の応援の時思うんですよ。例えば、狙い撃ちとか、ね、昔、中日も応援歌でもありましたけど、高校野球でもやってましたけど、あれって山本リンダさんが女性から男性を口説き落とす。まあ、女性、日本の男性社会の抑圧された女性の、開放的な歌のはずなのに、ただの野球の歌に意味が拡大解釈されて、そんなこと歌ってねえよって言ったら、くれないとかね。あ、そう今くれないからですね、くれないそらだって、はい、野球関係ねえから。だからそういう意味性を超えたところにポップスがあるみたいなのがすごく俺気になった時に、ただ数字さんの解説物語の勝手にしてもらった途中で、江ノ島が見えてきた、俺の家も近いって、このフレーズでいきなりグッて自分のところに来るみたいな、もうこのね、江ノ島が見えてきただけでもね、2時間と喋れますけど。いや、あのね、まずおっしゃ、ま、意味がわからない、なんだろうと思ったんですけど、で、あの具体的にはサザンが勝手にシンドバッドが火がつくのは1978年の、初め売れなかったんですね、8月31日、ザ・ベスト10のスポットライトが、有名なんですよ。今は亡き新宿ロフトって、昔は新宿ロフトで、青山学院のバンドを演奏するとかって聞いてて、ああ、早いうちだな、わけわかんないって。で、ワンハーフって短くしてるね、スポットライトです。でもね、このパートはやってるんですよ。江の島が見えてきた、俺の家も、そこははっきり聞き取れて、ある叙情性っていうんですかね。いきなり映像がボーンって出ますよね。車でなんかこう行ってる、江の島っていうのが見えてきたって、急にその映像が浮かぶっていうのが。だからあのその瞬間、勝手にシンドバッドっていう、まあ、コミックソングと解釈されがちなんだけれども、あの瞬間だけちょっとあの男の焦燥感とか、家に帰る時 あのセンチメンタルな感じとか、湧き立ってくれたらうまいなと思うんですよ。まあ、しかもあれ伝説ね、いろいろありますけど、あれから歌詞が出るようになったとか。日本語にあの字幕が出たっていうね、夜のスタジオで。あと、まあ、調子目指してる芸人です。芸人ですって言ってるんですよ。8月31日、ザ・ベストのスポットライト。あんたたちは、ね、何ですかって。目指してる芸人ですって言って。はい。まあちょっと、黒柳徹子さんの振りもね、雑ですけど、あなたたち何ですかみたいな。78年からもう本当に全てが始まってる感じがしますね。日本語は。まあそれで、スージーさんも本の中でも書いてましたけど、そこから80年代入って、いわゆる不条理な歌詞というかね、ちょっとこうシュールな。はい。歌詞、世界みたいなのがすげえ増えたみたいな。山ほどありますよね。もうあれ、マンピーの G スポット。はいはいはい。芥川龍之介がスライを聴いて、お歌が上手とございる。これなんかね、100人しかなんか読んでみたいじゃない芥川龍之介が。でもそれがあのボーカルにで歌われると、
芥川、ACT、芥川龍之介が辛いを聞いて、お歌が上手と、在宅中って。気持ちいいんですよ。気持ちよ、ね、気持ちよさを抽出してるんですよ。だこの人が最初に出した本だってね、たかが歌詞じゃねえかみたいなね。こんなもんっていうね。で面白いのは、ちょっと2000年代以降、その歌詞が歌になってきてるっていうか、うん、桑田さん自身がちょっとなんか、みんなの歌を意識してるというか、はい、まあこれは復活の時あたりから、増えてますよね、すごく。一番大きな功績、さっき大谷さんがおっしゃったように、やっぱりその意味中心っていうか、もっと言えばその歌謡曲っていうのは、割と作詞家先生が偉くって、はいはい、言葉を作る人が文学的に偉くって、はい、音楽は所詮楽隊やみたいな感じで、はい、作詞中心で、これでもかこれでもかって物悲しい歌、うん、女が振られて男の足にすがりつくみたいな、うんうん、意味を持った、それもかなりなんか陳腐な意味を持った言葉っていうものを中心に作られた音楽だったんですけれども、歌詞から意味を剥いで、まず曲はデタラメ英語で作って、はいはい、それに当てはまるには後から日本語を当てはめる、うん、当然意味の不条理な歌詞とかっていうのが出てきて、でも歌うと気持ちいい、はい、っていう歌詞を作ったっていうのがまあ一番の功績だと思うんですよ、うんうん、でこれは佐野元春も同様に、はい、あの非常に優秀だと思うんですけど、桑田佳祐はそれにいろんなちょっと付加価値がついていって、うん、1個は今のその江の島が見えてきたみたいにグッとくるフレーズを入れて商品性を高めるとか、はい、あとまあエロな歌詞、はいはいはい、コミカルな歌詞、はい、で割と社会的なメッセージも多かったり、メッセージも多かったりとかっていう、うん、無意味がベース、もしくはラブソングがベースなんだけど、僕ね、歌詞の守備範囲が幅広い。はぁ。源田、西部の源田みたいな感じ。こんなところも取っちゃうのみたいな。もう一時期で小坂誠ですよね。パリーグやめてもらっていいですか大好きだけど、源田も小坂も好きだけど、坂本じゃダメなのね。今日出ないんだけど。日本の音楽家の多くが、ほんとラブソングばっかり。確かに。それもなんか単調な、それもそうそうそう、単にあの恋焦がれて初恋でなとかだっていうのは面積で言うとね、初芝清みたいな。いや、あんまり趣味範囲あるかもしれないですけど、ただあの人はメタルを聴くために部屋作ってくれる。メタルを聴くための部屋を作ってるってことですか。野球メタル界のことですから。ロッテやめてもらっていいから、ロッテ版しか見てないわけじゃないのよ。もういいから、初芝の話は。面積測ってみろとか、桑田佳祐が歌った面積、ラブソング、エロ、コミック、メッセージソング、なんとかかんとか、とにかくいろんなことになってます。もちろん音楽がめちゃめちゃ好きなんですけど、はいはいはい、芸能とか、はい、クレイジーキャッツとかね、はいはいはい、クレイジーキャッツはまさに大衆があの時代の日本人真面目に生きることやった、だから落語的だと思うんですよ。あれ、与太郎だと思うんで、はいはいはい、完全にあの植木さんが演じたのって。なんか、ああいうエッセンス、めちゃくちゃ子供の時からやっぱそれをミックスしてる感じですね。うん、なんかやっぱり1億人を楽しませたいという業のようなものを感じて、そう、それは芸人っすね。ね、今でもラジオ番組でずっとね、割と下ネタやるんですよね。そうそうそう。あとやっぱり桑田佳祐シングル発売タイトル、よしこさん。おいおいおい、林家三平かとかと思って。よしこさんっすか。僕が昔、JFM でラジオやってた時、僕らが桑田さんが東京 FM でやって、同じ回なんですよ。はいはいはい、東京 FM で桑田さんの番組終わったら俺たちの番組始まるんですけど、ええ、うん、だちょっとの隙間だけ CM の間だけ挨拶できるんですよ。でそこでたまたま僕らのラジオのゲストに新健さんって AV さん呼んだんですよ。これだったら桑田さん喜ぶんじゃないか。そうじゃなくてもなんかそれこそ、もう本当にスージーさんの受け売りみたいなもんですけど、なんか夜中の番組で音楽とか語るみたいなのをちょっと出させてもらった時に桑田さんの話したら、なんか大の字のマニアック君だっていう。マニアック君って僕呼ばれてて、大谷君って覚えてくるんですよ。マニアック君がさ、とか言って。あ、でも褒め言葉じゃないですか。会った時になんか、はい、その、あの、真剣さんですって。はい、おっ真剣さんだったら、もう翌週から、もう真剣さんの話すっごい、真剣さんはさ、って、エグいって、この間会ってさ、大の字のマニアック君に紹介されてさ。名前出てない。大谷が出てこない。出てこないです。マニアック君は結構いろんなところで言ってくれてんだよ、俺たちの作品だっつって。そう。心理検査行ってくれてよかったなと。それで負けたスポーツが佐野元春本人とスパの対談で出会って、佐野元春が君はお笑い界のアクロス・ザ・ユニバース。お笑い界のアクロス・ザ・ユニバース。意味がさっぱりわかんない。いや、最高ですよ。佐野元春。僕は岡村康之さんが1回しかインストアライブやったんですよ。その司会を終えたから。おーおーおー。何かっていうと、まあ、裏話ですよ。当時、岡村さん、吉本所属だったんですよ。あ、そうなんですか。大崎会長が、
あの人はカルチャー、あ、知らなかった。一時期あったんですよ、吉本所属だった時が。で、まあ復活でインスタライブ初めてやるって時は司会が僕ら で、当時僕らちょっと尖ってたぐらいで、大人のコンスメって僕が出てた、ゴッドタンの前身番、それで僕がめっちゃ嘘つくのがうまいみたいなコーナーがあったんですよ。9個あって1個だけ本当の説で、あとは全部その場で嘘を言うんですよ。詐欺師みたいなこと。あ、得意そう、得意そう。だからそれがめちゃくちゃ得意になって、まあ、得意 なんかコーナー、やっと輝けるコーナーができたみたいな。で、初めてその楽屋に岡村さんに会って、うわっ、中学校の時から憧れの岡村康之だったら、うん、一言目が「君の嘘すっごくセクシーだね」って。褒め言葉です。褒め言葉ですね。嘘がセクシーで。私、一回で自慢話したと、井上陽水さんのコンサート呼ばれて、マキタスポーツさんでやってるテレビ番組が見てて、見てるらしくて、楽屋に行って、もう本当に割と、すごい有名、お歴々が集まってた。やばい。スージーさんはいろんなことよく知ってらっしゃる。あんだけいろいろ知ってる井上陽水に。言われこれも見てる。いやー、井上陽水のもやりたいな。僕ね、実は井上陽水さんと桑田佳祐さんがいわゆる歌詞の意味性以外のリズム、いわゆる一層セレナーデなんて日本もないですから、ありえないし。だから僕、初期の井上陽水さんがいわゆる若者のね、孤独を浮かばなさっていうのは、実は強い言葉を選んだらそっちになっただけじゃん。傘がないとかは典型的な僕、メッセージっていうよりは、さっきおっしゃったように、実は響きが先で、いわゆる社会的なメッセージがその後に来てるような、だと思いますね。あの人は本質的には歌詞だと思いますね。そうですよね。歌いたい、はい、音韻というものを歌いたい人だと思いますね。ところが若者のカリスマみたいになっちゃって逃げるように、そのやっぱり不条理な歌詞にぐわって一気にいったじゃないですか、はい、夏は過ぎ風あざみ、はい、風あざみ、あざみって言葉ないらしいですよ。動詞でもなければ名詞でもないっていう、あれ完全な造語、日本の言葉にないってことですか。ない風あざみ、あざみありそうだけどな。名詞であるからないらしいですよ、造語だでもなんとなくね、少年時代、少年時代大ヒット。ホテルはリバーサイドだってリズムミュージックですから。ホテルはリバーサイド、川沿いリバーサイドダブってます。食事もリバーサイド、ウォーウォーウォーリバーサイド、動画反復、動画反復。川沿い、え、鋼鉄のメタルでしょ。なんと同じこと言ってますよっていう。本当、いやだからそういう、僕はまあ桑田さんはまさにそうだと思うんですけど、うん、桑田さんに関して言うと、もちろんクリエイターとしてよく僕言うのは最高傑作がメロディーって言ってましたよね。サザンの初期だとメロディーだって言ってが好き。サザンオールスターズ1978、1985とかって本を出して、はい、まあ、あの多くの方に読んでもらったんですけど、当然いろんな意見もらうんですけど、あの私のメロディー原理主義やると批判にありました。ちげえだろって感じ。お前メロディー好きすぎるって言われたぐらい、ちょっとある過剰な個人的な思いが。別になんか、個人的な思いとかで言ったら別に初恋の思いとかじゃないんですけど、大好きでね、あの曲が。チャンネル登録、試食礼。